注目。ゆっくりしていってね。さて、今回は予定を変更して日韓の時事問題を扱っていくわ。おい、ちょっと待て。事実上今回の件でやらかしたのは共同通信だからマスコミ問題じゃないのか？確かに共同通信がいわゆるフェイクニュースを報じたことがこの件の発端ね。でも、解説内容がほぼ韓国内のことになるから、カテゴリー的には日韓問題になるのよ。私の解説回が減りすぎなんだぜ。そのあたりの文句は韓国と共同通信に言ってよ。おい共同通信、やらかすなら中途半端なことをせずもっと派手にやらかすんだぜ。何事も中途半端が一番良くないんだぜ。朝日さんを見習えよ。それで、事情を知らない人のために今回共同通信が何をしたかをまず説明するわね。それがこちらよ。記事によると、一連の徴用工問題をめぐり、韓国政府と企業、それと日本企業が経済協力金名目で基金を設立し、それを韓国の大法院日本の最高裁判所に相当、の徴用工裁判の原告への賠償金に充てるとした案の検討を日本政府がし始めたという内容ね。でもこの案って、以前から韓国政府が提案していた内容で、そもそも問題だらけなんだよな。そうね、詳しくは動画説明欄に関連動画を載せておくので、特に徴用工裁判問題の予備知識を見てもらいたいのだけど、ここでも少しだけ問題に触れておくわね。まずこの問題は、韓国で併合時代の徴用工に関して、実質的に違法な奴隷労働でありその慰謝料と賠償金が支払われていないとして裁判が行われ、日本企業への賠償判決が下され、日本企業の韓国内資産の一部が差し押さえられたという問題が発端よ。でも実際には、そもそもその全ての問題が過去の条約で解決済みなんだよな。そうね、まず韓国側は日韓併合は違法であるとしているけれど、これは2001年の国際学術会議で当時としては合法、という結論が出されているわ。あと、1965年締結の日韓請求権関連協定で支払われたのは未払い賃金分で、慰謝料が支払われていないとしているのも間違いなんだよな。そうね、もともと日韓請求権関連協定を話し合う際に、韓国側から徴用者の損害賠償と慰謝料の請求があり、それに対して日本側が個別保障の提案をしたところ、韓国側がそれを拒否。個別の保証は韓国側で行う、となったと会議録に書かれているのよ。そして韓国の大法院は、これを個人の意見に過ぎない、という、協定の締結経緯をまるで無視した無茶苦茶な解釈でなかったことにしたんだよな。他にも、そもそもの被害者、とされる人々の証言が矛盾だらけで、当時の資料や過去の徴用者の証言と整合性が取れなかったり、韓国の大法院は1960年代に実際に日本との交渉に当たった韓国側の官僚が、証拠価値がない、とした資料を根拠に要求分が支払われなかった、と言い出したり、この判決は何もかもがデタラメなのよ。で、結局韓国は当時、個別保証は韓国側で行う、と言っておいて、その資金を企業やインフラの整備に使ってしまい、ほとんど個人に支払わなかったんだよな。そして現在、韓国側は慰謝料が支払われていないから日本企業は支払え、と言い出していると。で、こじれにこじれた状態で韓国側は当時の資金を受け取った韓国企業も支払うから、日本企業も賠償しろと言い出して、それがさっきの共同通信の記事の中身よ。当然のことだけど、常識的に考えて日本側がそんな詐欺みたいな提案を受け入れるわけがないんだよな。そうね、なので共同通信の報道後、以下の記事にあるように、菅義偉官房長官は、そのような事実はない、と全面否定し、1965年の日韓請求権協定に従い韓国側で解決を図るべきだ、と、これまでの通りの主張を繰り返したのよね。まあ、それが当たり前だよな。ちなみに、この後韓国政府も共同通信のこの記事を否定しているから、共同がフェイクニュースを報じたのは確実ね。ところで、タイトルにもある、プラン B、ってなんだ？これは英語圏でよく使われる表現で、計画が予定通り進まずに頓挫した場合に備えて代替案を用意しておく場合に、
その代替案のことをプラン B と呼ぶのよ。今回の場合にはどうしてプラン B が出てくるんだ？日本側の主張に問題はなさそうだぜ。原則的にはね。ただ、この世の中に絶対はない上に、不測の事態というのは問題がなさそうな時ほど起きるものなのよ。だからこそ、代替案、プラン B、は常に念頭に置いておいた方がいいの。それで、今回の件でのプラン B ってなんだ？さっき紹介した共同通信が報じた内容の、韓国企業と韓国政府が資金を出し、そこに日本企業も加わるって案に、大筋で、乗ることよ。おいちょっと待て、それって韓国が条約を保護にすることを容認することになる上に、日本企業が事実上の詐欺の被害を受けることになるんだぜ、ありえないぜ。マリサ、ちょっと落ち着いて。あくまでこれはプラン B、代替案でしかないということを忘れないでほしいわ。それにね、このプラン B は韓国相手だからこそ、日本に有利に働くよう仕向けることができるのよ。どういうことだ？まずこれを見てほしいの。記事にもあるように、この案って2019年1月の時点で韓国政府が公的には発想自体が非常識として否定していた案で、しかも6月の時点では企業の意見も聞かないで一方的に発表したということが当時発覚していたのよ。え、この案って韓国は国内で支払わせる企業と何の意思統一もせずに勝手に日本に提案してきていたのか？そうよ、しかもそれだけじゃなくてね、次にこれを見てほしいの。記事では徴用工裁判の原告側が金銭的賠償の面でもまだ判決が確定しておらず、訴訟に加わっていない被害者たちの声が全く反映されていない。韓国政府が見解を発表する前に、被害者や代理人団を含む市民社会と十分な話し合いがなかったことも遺憾だ、と反発していた案なの。ちょっと待て、韓国政府は企業とだけじゃなくて原告側とも何の話し合いもしていなかったのか？そうよ、しかもこの案ってもともと今年1月に韓国内から日本に対して提案があったのに、韓国政府が頭から否定した案でもあるのよ。それを、韓国側の勝手な都合でまた持ち出してきただけなの、韓国内で何の意見調整もせずにね。うわぁ？でもさ、その記事からもう5ヶ月以上も経っているし、さすがに韓国内で意見調整くらいはしているんじゃないか？していないようよ。は？次にこの記事を見てほしいの。記事では、日韓政府が賠償問題を政治的に利用しようとしているとして、原告団が批判しているのね。その中で、韓日請求権無償3億ドル、日程徴用韓国政府が保証せよ、という主張をしていることから韓国側の提案を受け入れているように見えるけど、日本企業の賠償履行を促す、と言っていることから、経済協力金ではなく賠償金としてしか受け取らない、という態度を誇示していることがわかるわ。ちょっと待て、もともとこの1プラス1プラスアルファ案が騒動になったのって2019年6月だよな。今まで韓国政府はまともに意見調整をしていなかったってことじゃないか。そういうこと。それでね、これがあるからこそ、受け入れがプラン B として成り立つのよ。どういうことだ？2015年末に締結された慰安婦合意ってどうなったか、マリサは覚えてる？確か、慰安婦団体や韓国政府は被害者の声が反映されていない、と反対して、和解癒し財団が解散。日本が出した資金がちゃんと希望者に届かないまま、韓国政府は合意は保護にしていない、と強弁して履行を拒否しているんだよな。そう。で、ちょっと考えてほしいのだけど、もし共同の報じた提案を受け入れた場合、その後原告団はどんな反応をすると思う？間違いなく後でごねるだろうな。そう、確実に韓国はこの案の合意後に保護にしてくるわよ。いや、それじゃ日本の丸損じゃないか。それが違うのよ。慰安婦合意ではアメリカの強い後押しもあったのにあの状態になったから。アメリカはそれ以降韓国に強い不信感を持つようになった上に、現在も韓国は慰安婦問題を世界中でアピールしているけど、韓国系以外はどこの団体もこれまでと違って協力していないのよ。なんでだ？アメリカの立ち会いで問題が決着したはずなのに、韓国が合意を保護にしたという認識になっているから。それと同じ状態にできるってことか？むしろやり方次第ではもっと日本に有利にできるわよ。何せ慰安婦合意という前例がある以上、財団方式は日本にとってリスクしかないわけだから、第三国を承認にして交渉を圧倒的に有利に展開できるのよ。しかも、有利に展開できればできるほど韓国が合意を保護にする可能性は高まるわ。つまり、
韓国が保護にする前提で案を飲むってことか？そう、韓国側から提案してきたという形でね。でもさ、そんなにうまくいくか？まずこれはあくまで代替案、プラン B、であるってことと、韓国にはこの1プラス1プラスアルファ案を早く妥結したい理由があるのよ。どんなだ？まず、韓国はこの問題に国際社会、特にアメリカを巻き込めば有利に進めると思い込んで、アメリカを引き込むためにジーソミア破棄を行ったのね。でもその結果、アメリカの特に国防総省が激怒してしまって、現在韓国はアメリカの各方面からものすごい勢いで圧力を受けているの。もしかして、韓国が1プラス1プラスアルファを強引に締結しようとしている理由ってそれか？それが理由の一つよ。そしてもう一つは韓国の国内事情よ。記事では、対中、対米、対日すべてで問題が発生しており、その上経済見通しも悪く、青年失業率は増加し続け、頼みの外国からの投資も減少してきているとしているのね。経済が悪いとなんで韓国は徴用工問題の解決を急ぐんだ？日本からの投資が欲しいのよ。どういうことだ？まずね、記事では主に対外情勢ばかり取り上げているけど、韓国が現在経済危機まっしぐらになっている最大の原因は、ムン政権の経済政策の失敗にあるのね。その中でも特に影響が大きいものとして、週52時間労働制と最低賃金上昇政策があるのだけど、この二つが原因で、韓国の企業が次々と国外脱出をし始めていて、それが経済見通しと青年失業率を引き上げているの。なんでこの二つなんだ？まず週52時間労働制のせいで、企業は従業員を長く働かせることができないわけね。でもこれだけなら、従業員を増やせばいいだけなのだけど、最低賃金上昇政策のせいで、人件費コストが跳ね上がっているから、下手に増員もできないわけ。なので、韓国ではもうやっていけない、として、中小企業が逃げ出しているの。あ、そうか。それでその代わりに日本企業に投資してほしいから、日本との関係を何が何でも改善したくて、でも下手に妥協もできないからあんなことを言っていると。そうなのよ。なので、韓国はアメリカからの圧力と経済危機の2つの理由から、その2つを同時に解決できる日本と何としてでも形だけでも関係改善をしたいわけ。ということは、日本側はいくらでも自業自得の韓国の足元を見ることができるということでしょ？なるほどな。じゃあもうこの案を受け入れてもいいんじゃないか？それは違うのよ。これはあくまでプラン B、代替案であって、当初の予定である韓国が約束を守るまで待つ、という方針より上位に来る案ではないわ。あくまで今回の件は、今後不測の事態が起きた時用ってことか。そういうこと。なんというか、韓国にとって徴用工問題ってデメリットでしかないのに、よくもまあここまでこじらせられたな。それはほら、過去動画でも何度も解説したように、彼らは現実よりも自分たちの理想とする格あるべき姿を優先するから、その結果ね。それにしたって、韓国側にはすでに自爆カードしかないじゃないか。それでも彼らは自分たちは日本人より道徳的に優れている、という前提があるので、日本が正しく韓国が間違っていると絶対に認められないからこうなっているのよ。そういうものなのか。そういうものなのよ。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。そういえば前回の北枕に関して代表の毒はそんなに強くないってコメントあったみたいだけど、それなんだけど改めて調べてみたら、触るだけでも危険としている内容と、粘液の毒はそこまでではないとして、触っている画像のある文献やネットのページが両方複数出てきたのね。結局どっちなんだ？詳しく調べたわけじゃないからあくまで憶測なのだけど、北枕の大量の毒は、シガテラ毒とかと同じで地域差が大きいんじゃないかってこと。シガテラ毒って何？主に熱帯や亜熱帯の中、大型魚が持っている毒で、元は海中の植物プランクトンを持つ毒を動物プランクトンが食べ、それを食べた小魚など大きな魚が食べることで生態濃縮が起こり、人体に有害となる毒のことね。フグの毒はシガテラとは由来や種類が違うけど同じく生態濃縮と言われているのだけど、シガテラ毒って地域差がかなり激しくて、
ある地域では特定の魚が全く問題なくても、ある地域ではその魚を食べると危険とされているって事例がかなりあるのね。その地域で食べているもので毒の蓄積に差があるってことか？そういうこと。でね、おそらく北枕も、地域ごとに食べ物の違いで大量の毒に差があるんじゃないかって推測ね。だから文献によって書いていることが違うと。あくまで推測だけどね。なるほどな。そんなわけで今回はここで終わるわ。また来週。